皆さんこんにちは。北海道江別市出身、中村巌です。北海道四季劇場の思い出は、僕はこけら落とし公演の時のエビタに出演させていただいた時です。その時は劇団総出で、この札幌を熱くしていこうっていう、その熱い思いのもとにその劇場に集まったのがすごい印象に残っています。リトルマーメイドの好きなシーンは、僕はアリエルが、王子を助ける、溺れた王子を助けるシーンがとにかく好きですね。あそこから全てが始まっていくので、とてもこう、感慨深くいつも見ています。北海道四季劇場のファイナル作品リトルマーメイド、札幌公演は2020年3月15日まで。どうぞお見逃しなく。ありがとう、北海道四季劇場。